しても唯一無二の交通機関純粋線へようこそ。この船はポートロマリタイムから出発してフォンテーヌ邸に行くよ。この航路は基本的にあんまり乗客がいないからお好きな席にどうぞ。でも乗客マナーはちゃんと守ってね。例えば尖った道具を座席に平らに置かないこと、それとパンパンのお弁当箱を持って乗るのもダメ。そういうのが原因で揉め事を起こした乗客がいて殴り合いにまでなったんだよ。でもここのルールは喧嘩は決闘を申し込むべしでしょ。2人まとめてペロピレ要塞に送られて規則正しく礼儀正しい生活を送るようになったって。いいことだけど真似するのはおすすめしないな。